はい、おはようございます。青島です。 YouTube で鉄道模型に関する動画をアップロードします。今日はこちらの三日坊主で終わったこの山の続きの部分、こちらの地面の塗装をやっていきたいと思います。先日実はコメントで伊勢市の街並みを再現したレイアウトを作ってみる本若新さんからコメントいただきまして、ここ木工ボンド水溶液を染み込ませて、ティッシュに染み込ませて乾かすと硬くなるんですけど、この木工ボンド水溶液にそもそもこの水性塗料を混ぜて塗っちゃいますと、その方が作業早いですよっていうねアドバイスをいただきました。ありがとうございます。もう本当その通りだなと思って、なんで俺いちいちわざわざ後からこれ塗料塗ってたんだろうってね、今思えばすごい不思議なんですけど、そんな感じで本来だったら木工ボンド水溶液にこの塗料を混ぜて塗っちゃえば地肌の表現できたんですけれども、今日はねその時先にこれだけ塗っちゃったんで、後からこの塗料を今から塗るわけですけども、木工ボンド水溶液に混ぜて塗っても大丈夫ってことは、そもそもこの塗料自体も少し水で薄めてねかさ増しして塗ったら塗料が節約できるんじゃないかなと思いまして、今日はちょっとその実験をしてみたいと思います。このタミヤの水性カラーに水を混ぜて、少し増しして塗ったら地面の表現がどのようになるのか、今日は今から試しに塗りをしてみたいと思います。いつも僕使うのはこのタミヤの水性カラーです。今回塗るのは XF11、暗い緑色って書きます。暗緑色って読むんでしょうか。いつも僕山の表現にはこの色を使っているんで、今回もこの色を塗っていくんですけど、今回はですね、今ちょっと手元にこの瓶1個しかなくて、しかもねちょっと使っちゃってるんで量がかなり少ないです。おそらくこのまま塗るとこの部分全部塗り切れる量だけ塗り切れるだけの量がね入ってないと思いますんで、少し薄めて塗って実際どんな感じなのかなっていうのを試してみます。では早速やっていきましょう。で、だいたい入れる水の量なんですけれども、ちょっと目安がわからないんで、今日は試しに1対1ぐらいで混ぜてみたらどんな感じになるかなってのをやってみたいと思います。カメラだと分かりにくいんですけれども、半分ぐらい使っちゃってますね。ですのでこれと同じ今入っている塗料の分と同じ量だけ水をちょっとスポイトで足して、よく混ぜてで塗ってみたいと思います。ではここに水を用意しましたので、100円ショップで買ってきたスポイトを使って、どれくらいかな、もうちょいかな、よし、これくらい、分かりにくいですけどねカメラだと。今だいたい1対1ぐらいの割合になるように水を入れました。で、ちょっと塗料が下の方で固まってましたので、よく混ぜて、これでもまだだいぶ量いけそうだったらもうちょっと濡らしてもいい、伸ばしてもいいかなと思うんですけど、ちょっとまずこの1対1よりちょっと少ないぐらいだと思うんですが、この感じで塗っていきたいと思います。お、すげえいい感じに伸びてます。ちなみに今入れたこの水は本当にお家にある水道水です。ではこの辺りから塗っていきましょう。もう本当ね、この辺ね早く塗りたかったんですよね。もう三日坊主、あ、いいなこれ、あ、かなりいいなこれ。これなんかあれだね、もっと薄めてもいいな多分。もうちょい水入れるか。これぐらいか。これでどう。ああ、全然大丈夫ですね。あとですね、こう塗るときにいつも思うんですが、やっぱりね線路は本来はねマスキングしといた方がいいですね。今思いっきり塗料が飛び散りましたので、道床の部分に水性塗料がびちゃびちゃびちゃってつきました。僕横着して今そのまま塗っちゃってますけど、せっかくのワイド PC レールに緑色が点々点ってつっちゃったんで、早く拭いた方がいいんだけどね、ここら辺とか。あー、よいしょ、超緑がついちゃってます。よいしょ、
はい、あんまりねこうちょっと見えなかったかな。ここら辺のこの線路に今塗料がプチプチプチって飛び散っちゃってね、カメラでは分からないかもしれないですけど、あの塗料がついちゃったんで、できればねあの綺麗に保ちたいですので、本来だったらこういうところには、まあ、最低でも何か新聞紙かなんかこういったものをね置いておいた方があの作業をするのにしやすいと思います。じゃあ塗装続きやっていきましょう。まずねこの少し水性塗料を水で伸ばしたののメリットとしては圧倒的に塗りやすくなりました。今まで結構なんか塗料ってやっぱりねドロッとした感じだったので、デコボコしたところのこれ隙間っていうのがすごい塗りにくかったんですよね。それがあの水で伸ばすことによってかなり作業が楽になります。染み込んでってくれるんでサラサラになった感じかな、表現で言うと。ですのですごく塗りやすいです、こういうところが。あとは今だいたい2倍ぐらいに薄めたんですけど、どうでしょうか、まだ乾いてないから何とも言えませんが、色の感じもね悪くないと思います。別にこの緑色で今まで塗ってたのとなら変わらないですね。まあ厳密に言えばちゃんといわゆるプラモデルなんかを作る過程でこういう色を選んでみる方は、こんな水で薄めて塗っちゃうと多分質感とか細かいディテールの部分が変わってくるんでありえないのかもしれませんが、僕らこの後どうせ地面の上にフォーリッジかなんかで装飾してね山の表現をするわけですから、下地が白いとその白が透けちゃってなんか見た目おかしくなっちゃうんで、とりあえず緑でも、土色でも何でもいいんで、まあ、こう塗ってるだけなんです。ですので薄くても濃くてもあんま関係ないんですよね。質感も綺麗な緑とかあの映える緑とか別にそういうの求めてないので、ぶっちゃけこれで全然いけます。あ、すげえな、これは楽だ。でこんな感じでちょっと残りの部分を全部塗っていきたいというふうに思います。はい、いかがでしたでしょうか。結論を言いますとめちゃくちゃ良かったです。もっと早く気がつけば良かったなと思います。あのねこれ水で薄めて塗っても僕の使い方では全然問題ありませんでした。塗りながらも少し説明しましたけれども、もともと上にホーリッジを貼って見えなくなる部分なんで、それほど質感っていうのは求めません。ですので、まあ、少ない量でたくさん塗れるのが一番いいわけですが、まあ、前みたいにさすがに色が全然違う100均のねあの緑色の塗料を買ってきましたけど、あんな感じで下地の色が全然違う色だと問題ありますけれども、まあ、緑色である程度隠れますし、何よりもね塗りやすくなりました。まあ、塗料ってまあどっちかっていうとこういう水性塗料ドロッとしてるんで、まあ、塗るとき、なんて言うんでしょうね、こういうデコボコしたところってすごく塗りにくいんですけども、今回水で伸ばしたことでね、ドロッとした塗料が若干サラッとしましたので、すごく塗りやすくなって短時間でここの部分一気に塗り終えることができました。まあ、ただこれはね今回の僕のちょっとこれとは関係ないんですが、若干まだね白い部分が残ってます。これはもうさすがに塗料がなくなりました。もともとの塗料の量が少なかったんでね、まあ、水で濡らしても足りない部分はやっぱり足りないということで、どうしても白い部分ちょっと点々点々点々点点点って残っちゃってますが、まあここら辺はおそらくフォーリッジ貼っちゃえば目立たないと思いますので、今回はこれで、よしということにしたいと思います。はい、ということでこんな感じでいつも鉄道模型で遊んでいる様子を YouTube にアップしてますので、このチャンネル見るのが初めての方、もし見えましたらチャンネル登録していただけると僕と一緒に鉄道模型の世界を楽しむことができます。
ということで今日はタミヤの水性塗料を水で薄めて塗ってみるとどんな感じになるのかというのを試してみました。最後までご覧いただきましてありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。それでは。